センピル教育団センピル教育団は、大日本帝国海軍の求めに応じて、航空技術を指導するために来日した、イギリス空軍の教育団である。後に、第19代センピル教の社位を検証する、ウィリアム・フォーブスセンピル大佐に率いられ、1921年9月から18、ヶ月間、29人の指導員が日本に滞在し、海軍の航空技術を指導した。 教育は、霞ヶ浦海軍航空隊で始められ、グロスタースパローホークなどの日本の依頼で購入し、イギリスから持ち込んだ100機ほどの新型航空機を使って、雷撃砲や標準機を使用する爆撃砲などの訓練が行われた。イギリスにおける航空母艦、アーガスやハーミーズの計画についての情報ももたらされ、建造の最終段階にあった。 報将に参考とされた。1922年11月に、センピル大佐は講習の任務を終了し、軍三等を賜り、大部分の人員を連れて帰国した。これに伴って、臨時海軍航空術講習部は廃止され、霞ヶ浦海軍航空隊が正式に開けたいした。1918年8月、陸軍航空はフランスから、 無償技術指導の提案を受け、翌1919 19年1月、井上育太郎少将を長とする、臨時航空術練習委員は日本に、ジャック・ポール・フォール大佐を団長とするフランス航空、教育団を招へした。富国航空団は、総勢57名で、所沢陸軍飛行場、各務原陸軍演習場、厚田の兵器師匠他で、それぞれ指導を行った。 この時、海軍航空からも、教官や学生が講習を見学した。爆撃班の教官は、ビュラン隊を主任とする3名であり、4月から8月まで2時に、渡って、浜名湖の北にある三方原で指導をした。後年陸軍航空を支える、若手航空将校たち16名と共に、海軍航空からも、千田貞都市中医ら3名も講習員として参加した。 陸軍航空の教育団商兵を見て、海軍航空でも、航空先進国であったイギリスからミッションを、予備本格的な航空訓練をやり直す方針を固めた。軍務局内の航空部主任、大関高丸中佐は、個々の出張や要項などはやめて、英国から信頼できる教官をたくさん呼んできて、訓練をすれば、全部を一気に教育することができる。 そして1日でも早く欧米の航空レベルに追いつくことを考えなければならないと決断した。海軍は当時ロンドンの中英大使館付部官であった小林製造少将に圧戦を依頼した。小林少将は英国空軍の幹部と懇談し、英国空軍は好意を持って人物を選抜し、優秀な専門家を得りすぐって日本へ送ることにした。教育団の人員は、 次の他歌詞館を含め総勢29名であった。教育団は1921年の春から夏にかけて霞ヶ浦に到着した。当時、海軍航空は霞ヶ浦と周辺の陸上80万坪、水上290万坪を購入し、飛行場として建設していた。迎える日本の海軍航空側では、この時、 臨時海軍航空術講習部を編成した。講習院に選ばれた主な将校は、室井留を大西し次郎、今村治、坂巻宗隆、吉良俊一、三木森彦、千田貞都の各隊員などだった。東郷平八郎にグロスタースパローホークを見せる、千ピル大佐団長であった、当時の千ピル大佐は、スコットランドの貴族出身で、若くして、 先行を挙げ、28歳で大佐に抜擢された空軍将校だった。指導方針は厳格で、間違えると容赦なく出席したが、教えた通りできれば明るく、笑顔で喜ぶ人だった。教育の主任は次の通りだった。彼らが持ち込んだ航空機は、次のものなど、約100機であり、多様だった。日本の海軍航空は当時は、水蒸気しか使っていなかったので、 驚きを持って迎えた。霞ヶ浦では、艦上機の操縦と射撃、偵察、爆撃、大撃の講習を行い、横須賀では、水蒸気の操縦、飛行船、気球の操縦などの講習を受けた。日本側の海軍航空の講習院全員の熱意は、もちろんのこと、英国空軍側も、センピル大佐をはじめとする責任者たちは実に誠意を持って指導してくれた。 後年不幸にも、英国と日本は、敵味方に分かれて、戦うことになったが、少なくとも、海軍航空はこの時に面目を一新した。センピル卿は帰国後も日本海軍のために情報を提供するなど便宜を図り続け、神風号がロンドンに到着した際にも出迎えた。しかし、こうした行動を、日英同盟解消、第二次世界大戦勃発といった状況の変化にも、 関わらず続けたので、日英会戦後は、日本のスパイとして取り調べられた。ありがとうございます。